福島戦でただいまから行われます WBC 女子世界アトム級チャンピオン古関桃対挑戦者キム・ヘミンの10回戦は昨日午後3時規定通り厳重なる身体検査と計量を行い幸い両選手とも全てに的確でありましたので私はこの試合を WBC 女子世界アトム級タイトルマッチと認定いたします。2008年12月8日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー林です。会場の皆様、テレビの前の全国のボクシングファンの皆様、タイトルマッチ両選手に最上級の拍手をお送りください。タイトルマッチ、ザ・タブマッチファンの WBC 女子世界アトム級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、本日が初防衛戦 JBC 小林吾の成績3戦全勝2位のカウント102パンド青木ジム日本 WBC 女子世界アトム級チャンピオン古関桃青コーナー挑戦者5戦2勝2敗1分け2位のカウント101パンド2分の1
慶応勝ちでございます。 Round three. 맞습니다.
表いたします。39対37が2社、39対38が1社、3社ともに小関選手を支持しております。ラウンド5スポナウLand of Six.Thank you.
ラウンド769対64、69対65、69対65、三者ともに古関選手を支持しております。ラウンド8、
ラウンド9。
WBC 女子世界バトル級タイトルマッチ採点の結果お知らせいたします。ジャッジ日本福地雄二98対92、ジャッジスイスフランツマルティ97対93、ジャッジ韓国シンキョンハ99対92、以上3対0をもちまして、勝者 WBC 女子世界バトル級チャンピオンに小関ボー勝ちました。小関選手には大会前に日本国シンキョンハに認定賞の授与でございます。認定賞 WBC 女子世界バトル級チャンピオン小関桃殿、あなたは2008年12月8日東京都においてチームヘミット10回戦を